この区民メディアリポーター講座っていうので我々が去年からやってきているのは、20枚なり30枚の写真、それを並べておいてスライドショーみたいにしておいて、そこに自分の声でもって、日頃の出来事とか家族のこととか町のこととか、そういう非常に自分の身近なことの物語を、2、3分のスライドショー物語でまとめてもらうということをやってきました。でこういうやり方をデジタルストーリーテリングっていうふうに言って、90年代ぐらいから、全国各地あるいは世界中でこういうことが出てきて、で面白いのは主にケアとか福祉とか、そういう関係で、そういうことをなされたり、会社で疲れ切ったサラリーマンそういうのを作って会社の再生につなげたりとか、そういうようなことでやられてるんですけれども、そのデジタルストーリーテリングの中でも誰かと対話をしながらその物語を作っていく、そういうやり方を、ここにいる仲間や、何かがメディアコンテっていう名前をつけて、デジタルストーリーテリングという中でも特に対話をしながらお話をしながらその、物語を作っていくっていうやり方を、数年前からやってるんですが、我々はそのやり方を使って、デジタルストーリーテリングで、ずっと20名の受講生の方はお互いに協力をしてあったり、あるいは我々が少しサポートさせてもらったりして、これまでに2回か自分のストーリーを作ったんですね、昨年度。で今年度は、5月から、これまで時間をかけてですね、自分のストーリーじゃなくて町の、気になっているのは何度も言いますけれども人に声をかけて、その人にいろいろ尋ねながら対話をして、そしてご自分の作品じゃなくてその人の作品を作ると、その方の作品を受講者の方が、いわば編集者役になって、改造しながら作っていったっていうのが、今から上映する作品。弁護士研究室修士2年の坂東一郎と太田光栄ですよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お二人に前にいただいていただいて、受講生の方に一言だけ、そんなに長くないですから一言だけどんな作品なのかということを、ここで、一言紹介していただいて、それから、上映すると。それで上映が終わったら、感想などを。